この前レミ宮村くんに水かけちゃって、でも絶対制服脱ごうとしなかったんだよ。なんでだろうね。仙国さんごめん、携帯置きっぱにして。ごめん、そういえば真っ二つに割ってひねって粉々にしてドブに流したんだ携帯。待て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 、ちょっと待て、誤解なんだよ。ちょっと俺の話聞いて。いやもう視覚情報が 100% でしょ、今のは揺るがないでしょ。ぼかすな、違うんだよ。ちょっと脱がそうとしただけなの。理由があって、マジでそれ以上ではな。脱がそうとしたんだ、尊敬してるよ。あーしまったー。